入りはすごくもうポップでキャッチーなイメージで作ってるんですけど、実はざわつくというか、これってこんな面もあったのかなとか、ちょっと気を払えるようなことになっていただけると。ポップな姿に隠された危うい本能。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。彫刻家井口恵里、ファッション、音楽、美術、自らの表現の場を探していた彼女がたどり着いた彫刻の世界。紡ぎ出すのは今を生きる者たちの本能。まあ自分のどうしても隠しきれない本能的な面であるとか、まあ、結構綺麗な格好してるお姉さんもそこら辺であくびしてたりとかするし、たまに見え隠れすることが面白いかなっていうような、普段は隠しているけど実はこういう面があるんだみたいなところを少し表現できないかなと。見た目とは裏腹の本能や危うさ、誰もが当たり前に持っているからこそ彼女の作品には不安をかきたてる何かが宿る。なんか椅子っていう形って認識してる人が見ると普通に座ることができるけど、知らない人だったらこれの上でダンスをするかもしれないしみたいな話を聞きまして、でその中で、あ、もしこれが薬って知らなかったらとか、これが武器って知らなかったらどう使うんだろう、知っちゃってるから危ないとかやばいんじゃないかなって捉えてしまう。溢れる情報に支配され本質を見抜くということを諦めてはいないか、作品を通じて彼女はそう語りかける。世界的なことで問題ってあちこちに起こっているけど、もう今日もなんかちゃんとスーツ着て会社に行くみたいな面があって、そういうことって意識できてはいないけど、みんな心のどこかに感じてはいることなのかなと思ってまして、彫刻をメディアとして考え直して永久的に自分の考えを発信できるものに何か還元できないかなと考えました。本質を見つめ直すきっかけを作りたい。無関心な世の中に疑問を投げかける井口恵里のこれから。本当にある問題って何なんだろうとか、危険と裏合わせみたいなところって彫刻だから表現できるのかなと思ってまして、彫刻家というだけではなくて、まあ、何かしらのメッセンジャーであるとかインフルエンサーみたいな形で自分の考え方を彫刻を通して伝えられるような風になっていきたいなと考えています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は美術家榊啓太のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。